はい、どうもご視聴ありがとうございます。ひなちゃんの特会わらしべランチということでね、前回まあなんか微妙なエンディングばっかり解放してったんで、今度こそはいいエンディングをね到達していきたいと思います。ただ条件が難しいんだよね、よくわかんないんだよね。ただびっくりマークのおかげである程度道筋は見えてるから、ちょっといろいろ試していきながら広げていこうか。じゃあもう整理するためにまずキュウリの育成をちょっとパターン抑えよう。キュウリの育成のパターンを抑えます。まずキュウリを渡せる、最初にキュウリ渡せるのはニトリルートとスイカとジョーンちゃんルート。じゃあまずニトリルート行こうか。ニトリルートだとミネラルウォーターにまずなります。ミネラルウォーターはスイカかサナエかどっちか。じゃあサナエルート行こう。お水喉乾いてたところだったんですよ。神社近いんだから井戸水か水道から水道だからかから飲めばいいんじゃない。だってそれ冷えてて美味しそうなんですもん。しかも結構いいやつじゃないですか。そういえばカッパの谷名さんとか言ってたわね。これと交換でどうですか。懐中電灯ね。わ、喉越し爽やかです。あれ、この懐中電灯ライトがつかないわよ。はい、壊れてるので。ちょっと最悪だ。で、懐中電灯はニトリかニトリだけだね。ニトリにあげよう。じゃあ懐中電灯はニトリ。ニトリ、ちょっとこれ見てくれない。おー、懐中電灯ですね。壊れてるか、あ、壊れてるのか、明かりがつかないのよ。どれどれ、ふむふむ。あー、接点不良起こしてますね。ちょっと待っててください。これをこうして、はい、直りましたよ。おー、さすが、懐中電灯直した。さすがだ、ありがとう。今修理代とか持ってないけど大丈夫。いいですよ、金取るほどの作業でもなかったんで。なんなら貸し1ということで。分かったわ。おー、優しいな。で、懐中電灯は、あ、サナエに返すルートと、レームに渡すルートかな。じゃ、サナエに返してみようか。ついたよーって。サナエ、懐中電灯直してもらってきたわ。え、本当ですか？わ、ありがとうございます。頼んだわけでもなかったのに。まあ、せっかくだからね。ちょっと待っててくださいね。お弁当か。え、何これ、お弁当？今朝外で食べるように早起きして作ったんですけど、用事がなくなっちゃってどうしようかと思ってたんです。よかったら持ってってください。やった、ありがとう。人助けはしてみるもんね。これはここで終わりかな。お弁当でキュウリがお弁当になりました。おめでとうということですね。リボン、じゃあちょっとリボンの別ルートを見とこうか。リボンは、リボンはジョーンかレームに分岐すると。じゃあリボン、リボンはいかが。ジョーンも使うでしょ。あ、ちょっと見せてちょうだい。うん、質は悪くないわね。シワもないし綺麗だわ。未使用品よ。よし、引き取ってあげるわ。本当に？これ、それ、これと交換よ。何これ？軟膏よ。永遠定性って書いてあるから、質はいいはずだわ。うん、まあいいか。軟膏か。軟膏喜びそうなの誰かいるかな？サナエちゃんが喜ぶか。まあ、サナエに渡してみるか。もう時間もないし。あ、ちょうどよかった。それよく使ってるんですけど、今たまたま切らしちゃってて、後で買いに行くつもりなんですけど、1個は置いておきたいんで、もらってもいいですか？いいわよ。妖怪退治とかしてると、生傷が絶えなそうで大変ね。代わりといってはあれですが、これ持ってってください。リンゴだ。普通に嬉しい。美味しそう。軟膏とリンゴを交換してもらった。やったぜ。これっぽっちしかないなんて。まあそうだよね。ひもじいエンドむず。よし。プレイ中のあらゆる会話を、スキップできますと。アイテムがもらえる予定の会話スキップしても大丈夫だけど、まあ見たことない会話でスキップが起きちゃうと。まあまあまあ、そこはまあいいんだけど。ゴールがまだまだ見えないな。ここら辺の条件がもうちょっとわかればね。じゃあ懐中電灯、直した懐中電灯をレームの方にあげてみようか。いいものも、あ、いいとこにいいもの持ってきたわね。タンスの裏なんか落ちちゃったけど、何なのか暗くて見えないのよ。それよこしなさい。あ、手が早い。どれどれ？うん、何かしらこれ。取れたわ。スマブラの参戦のやつみたい。何それ？あ、だいぶ前にレミリアから送られてきたパーティーの招待状だわ。もうずいぶん前に終わってるやつね。いる？え、もう効力のない招待状？まあなんかの役に立つかもしれないし、持ってきなさいよ。レミリアの招待状ね。これは、誰か喜ぶの？え？これ終わり？レミリアの招待状で終わりですか？どうしようか。いらんな。リボン。じゃあちょっとまたリボンの育成を占ってみるか。リボン。
南光はだから早苗だけじゃなくて霊夢も喜ぶのか。じゃあちょっと南光霊夢ルート行こうか。南光霊夢で何飴のど飴何をスースーしてほしいわよ。南光とのど飴で、のど飴はスイカか早苗が喜ぶ。じゃあスイカにあげてみるか。スイカどうぞ。おお、のど飴か。ちょっと今酒焼けしてるからちょうどいいな。大声出す機会あるの？カッパへの恐喝とか。おい、冗談冗談、とりあえずそれくれ。あ、目覚まし時計ね。俺これやるよ。目覚まし時計買ってみたんだけど、別に朝早く起きる用事とかなくてな。いらんからやる。のど飴と目覚まし時計、なんちゅう交換だよ。で、目覚まし時計はニトリかミノリコか。ニトリの方にあげてみるか。お、目覚ましだ、いいところに。何欲しいの？明日どうしても外せない朝会議があるんですけど、ちゃんと起きれるか不安で。一応目覚まし12個置いてるんですが、もう1個ぐらいあった方が。すごいね。いや、どんだけ心配なのよ。近所迷惑になりそうだわ。まあ欲しいならあげるわ。何かと交換でね。これ何これ、これは白いお皿ね。パン祭りでもらったやつです。もう相当名前数あるので1枚くらい持ってっていいですよ。いいわね、お皿がいっぱい、いいわね、お皿はいっぱいあっても困らないわ。白いお皿ね。なんかいいお食事を並べることはできるけど、今は食べ物が欲しいんだよな。お皿はレイムかジョーン。じゃあちょっとジョーンにあげてみるか。お、綺麗なお皿じゃない。パン祭りのお皿よ。結構コレクターがいるのよね。これと交換しない。お、ケーキだ。アップルパイいいの？いいわよ、じゃあ交換成立ね。白いお皿とアップルパイ、普通に嬉しい。アップルパイは下に出せるっていう、なんかあれはどうやって見るんだ。これポーチしかないなんてと。じゃあ水からスイカ、水をスイカに渡す。キュウリ、水、おチョコ、これが常温以外に渡せるのかだよな。常温を渡せるのは知ってるけど、常温だけか。おチョコは常温で、腕時計前はニトリに見せたか。それ以外いける？ニトリ以外にはサナエにもいけるか。じゃあちょっとサナエルート見てみよう。サナエで、綺麗な反物、反物か。綺麗な反物でゴールか。南高のリンゴのリンゴ、じゃあリンゴはスイカか。リンゴはスイカだけか。じゃあリンゴスイカに。あ、リンゴだ、うまそう。酔いが回ってくるとさっぱりしたものが口に合うんだよな。というわけでくれ。いいわよ、ただし物々交換よ。うむ、じゃあこれなんかいかがかな。うん、これ何？カッパの谷に行った時に土産にもらってきたんだよ。なんか凄まじい量のエネルギーを圧縮して取り出して使えるようにしたものらしいぞ。またすごいものもらってきたわね。もらっちゃっていいの？いいよ、そんなもんなくても山一つ消し飛ばすくらいわけないからな。物騒だわ。圧縮エネルギー体、これ何に使うんだ。圧縮エネルギー体はニトリが喜ぶのか。他喜ぶ人いる？サナエも喜ぶ。サナエかニトリかな。じゃあニトリにあげてみようかな。価値はあるけどね。ニトリこれいる？うん？あ、それは他のカッパがスイカ様に持ってかれたって騒いでたやつ。そういえばそんなことも言ってたわね。返してくださいよそれ。うん、でも私もこれ対価を持って交換してもらったのよ。わかりましたよ。これと交換ならいいですか？水を圧縮することでいっぱい入る水筒です。すご。お、いいわね、やった。もうあの鬼が絡むとろくなことないよ、本当に。圧縮エネルギー体で、あ、水を返せるの？水、じゃあちょっとスイカにあげるか。原理はよくわからないけど水がいっぱい入るらしいカッパの水筒よ。お一つどうかしら。あ、それは面白いな。私のひょうたんと合わせればいつどこでも大量に酒が飲めるぞ。何かと交換してあげてもいいわよ。うむ、ちょっと待ってな。お、こんなの買った。土台、桃？うん、展開行った時に1個もらってきた。もらってきたのそれ。いや大丈夫なやつそれ。なんか特殊効果とかなかった？まあ別に食ってダメってことはないだろ。うまいしな。怖っ。展開の桃ね。こっからでもエンディングが想像できないんだよな。食べ物は、エンディング条件が分かるといいんだけど。じゃあ引き続きパターンを網羅していきましょうか。まずはコップをスイカと交換したら、これと、あ、これやる、2つくれた。何これ、知らん、さっきそこで拾った。コップの代わりに錆びた金属と手帳をもらった。錆びた金属と手帳か。
あまだいけんの、これでもこれキュウリかな多分、だからもういいとして、それはそれとして見ておきたいのは難攻の行く末だな。難攻の行く末、リボンをジョーンちゃんにあげると難攻がもらえて、で他もいけるかな、手帳と、あでもネギになるだけかな、まあ、いいや。錆びた金属か興味ない、手帳は防水加工が施されてる手帳、ちょっとボロいけどな。あら手帳なんかつけてるの、拾い物よ、防水加工されてて便利そうだわ、でも記帳するほど予定とかないでしょ、ぐさあーダメだな。じゃあじゃあこれ南光持ってってまだ見てないな、南光さなえさんルートか、南光さなえさんでリンゴもらって、あ他いける、手帳いける、もしかして防水加工の手帳はいらんかね、予定とかを書くのに便利よ、いいですね、もらってもいいですか、お来た来た、いいわよ、まあできれば何かと交換がいいけど、あそうだ、これよかったらどうぞ、ライブのチケット、なにプリズムリバー with H、 誰 with H は誰だ、誰だろう with H、 ライブのチケット楽しみにしてたんですけど、その日急な大事な用事が入っちゃって、よかったら代わりに楽しんできてください。そうなの、悪いわね、手帳とライブチケット交換ね、これ何もら、誰だろう、マジで with H 気になるな、まあいいや。で、リンゴは圧縮エネルギールートがまだ見てないから、リンゴをじゃあ圧縮エネルギーに変えてもらおう。酔いが回ってくるとさっぱりしたものが合うと。じゃあこれなんかいかがかな、圧縮エネルギーで。チケットいける、プリズムリバー with H のライブチケット。どうしても見たかったらキリになって見に行くか、チビに見に行かせるかな。不正入賞じゃないの、便利だね。じゃあ、この圧縮エネルギーはサナエに渡すルートがまだ見てないんだな。圧縮エネルギー体、お、何ですかそれ、カッパがエネルギーを圧縮して結晶化したものみたいよ、お、すごい、その技術があれば間欠泉センターの効率向上に役立ちそうです、リアルの使い道、サンプルとしてもらえませんか、後でカッパたちに話を聞いてみます、いいわよ、じゃあ何かちょうだい、じゃあこちらの蛇の抜け殻なんかを最悪だ、せめて綺麗なやつくれよ、わあびっくりした、お財布に入れておくと金運アップ効果がありますよ、そうね、お金は欲しいし験担ぎにもらっておこうかしら、だいぶでかいけどちゃんと財布に入るのかしら、ヘビの抜け殻すごいサメ取れ、一番今までで一番サメ取れかもしんない、じゃあ金運といえばやっぱりジョーンちゃんだよね、またジョーンちゃんに店に行くか、なんならチケットも喜んでくれそうだしな、じゃあヘビの抜け殻、あらこじゃれたもの持ってるじゃない、こじゃれてるか、財布に入れとくと金運アップよ、いいわね、お金はあるだけあった方がいいからね、験担ぎにもらっておくわ、代わりにこれをあげるね、うーんあげるとはまだ言ってないんだけどな、あパフェだヘビの抜け殻とパフェが交換された、ありがたいけど食べ物欲しかったから、まあ多分パフェはパフェで終わりっぽいな、なんとなく。で、チケットいけない？プリズムリバーチケット。ジョーン、これいらない？え、プリリバー H のチケットじゃん。セットなんだ、もう H まで。いいのもらって。あれ、ファンだったの？いや、そういうわけじゃないけど、欲しい人に高値で売れるから、あー、プレミアチケットか。ダフ屋だわ。代わりにこれをあげるわ。人気パン屋の焼きたて食パンよ。ジョーンちゃん、アップルパイといい、パフェといい、パンといい、ネギといい、なんかめちゃくちゃ食べ物持ってない？特殊な製法で長い間焼きたて状態を保っておけるという、なかなかの一品よ。すごい。よし、交換してあげるわ。焼きたて食パン、これもなんか終わりっぽいな、イメージだけど。じゃあ、カッパに金属あげてみるか。錆びて元が何なのかわからない金属。ニトリ、これちょっと見てほしいんだけど。金属ですか？だいぶ錆びてますね。研磨とかできない？いいですよ、ちょっと貸してください。はい、綺麗になりましたよ。これはどうも隕鉄、隕石に含まれる金属っぽいですね。お、すごい、なんか重要そう。それって結構希少じゃん？まあまあ希少だと思います。いいの？ただで磨いてもらった上に希少なもん返してもらって。今あんまり興味ないですしね。欲しい人にあげてください。欲しい人ね、ありがとうね。隕鉄、誰が喜ぶよ、こんなもの。じゃあ隕鉄をレイムにあげる。隕石の鉄よ、珍しくない？宇宙行った時についでに取ってくればすぐに手入りそうだわ。軽く宇宙に行くとか言うけど、気軽に宇宙に行くのね。じゃあネギの方かな。あら、長ネギだわ。ちょうど切らしてたのよね。ほら、これあげるからネギ起こしなさい。爪切り。いつの間にかいくつ買ったから持ってっていいわよと。はい。爪切りね。じゃあ、実り口で、爪切りいく？爪切りじゃない、くれるの？何かと交換してよ。いいわよ。爪の長さ、程よくしとかないと土とか入りまくって大変なのよね。ほい、これ持ってきなさい。害虫退散。何のお札？貼っておくだけで、その辺一帯に虫を寄せつけなくする結界を展開するわ。めっちゃ便利、欲しい。すげえ便利じゃない。まあ、基本的に蚊とかハエがメインで、畑の害虫駆除とかはできないんだけどね。まあ、それでもよ。虫除けの札めっちゃ欲しい。一番欲しいかもしんない。今回出てきた中で。じゃあ、隕鉄喜ぶかな、ジョーンちゃん。世にも珍しい隕石の鉄よ、いかがかしら。珍しいもの持ってるわね。コレクターが買い取ってくれるかもしれないわね。引き取ってあげるわ。代わりにこいつをプレゼントよ。また食べ物、お前から出てきた。お、カステラ、しかも金箔付き。そこそこいいお値段するやつよ。隕鉄と金箔カステラ、カステラもこれで終わりっぽいな。
めっちゃ食べ物持っとるやんこいつ。じゃあ、サナエさんにが虫よけの札いけるかな。これを貼っておけばそこら一帯が虫から防御されるし便利な札よ。は助かりますね。境内は蚊が多いので。私たちはともかく、せっかく来てくれた参拝客たちが蚊に刺されまくるのは忍びないです。まあ山奥の時点でな、何かくれれば差し上げるわ。じゃあこれなんてどうでしょう。フレグランス、快適な眠りに誘う安眠用アロマです。いい匂いですよ。あ、面白いわね。じゃあトレードよ。虫よけの札とアロマね。これも終わりそうだな。なんか食べ物価値が今9だからな、あと1上げたいな、できれば。何かお賽銭入ってる、その辺なんか落ちてない。綺麗。部外者立ち入り禁止、ダメだな。じゃあ会話かな。あ、何これ。うちのチラシです。モリアの教えの素晴らしさを説いています。サナエさんがすごい大きく書かれてる。はあ、どんどん人に差し上げてください。うちの素晴らしさを布教するんです。モリアのチラシを押し付けられた。もうちょっとなんかもらえるかな。ちょっともう厳しそう。あ、じゃあモリアのチラシ喜びそうだな。これ絶対また新聞と同じ使い方するだろう。宗教勧誘はお断りしますよ。あれダメ。じゃあフレグランスかな、喜ぶの。くんくん、なんかいい匂いがしますね。心地いい眠りにつけるアロマだそうよ。最近疲れてる割には寝つきが悪いんですよね。それ試してみたいんでくれません。いいわよ。でもなんかちょうだいね。できればお昼になりそうなものとか。うむ、ちょっと冷蔵庫見てきますね。ちょうどいいのがありました。これでどうです。お、冷凍のチャーハンだわ。普通に嬉しい。2人前なのでがっつりいけますよ。よし、決まりね。冷凍チャーハン普通に嬉しい。めっちゃ嬉しいかも。これで食べ物も10ポイントいったし、結構いいんじゃない。もうあと残り時間も少し。モリアのチラシを誰かに渡したい。え、モリアのチラシ誰も喜ばないの、やば。え、モリアのチラシは何これ、ゴミじゃん。モリアのチラシはゴミでした。結構いっぱい食べ物が手に入ったわ。10点超えたからね。とりあえず当初もくろんでたくらいには数を揃えられたかしら。よく言えばもう少し欲しかったけど。いや、もう十分すぎる。チャーハンにデカ食パンにカステラにパフェ。まあ、キュウリ1本からよくやった方だわ。キュウリ1本からっていうか、なんか拾ったものから稼いだけどな。コップから稼いだのが大きかった。普段のひなちゃんのお昼ご飯よりはるかにマシになった今日の食卓。いろんな食べ物が並びました。手に入れた食べ物たちに舌包みを打ちながら、今後はどうしようかと画策するひなちゃんなのでした。ノーマルエンド、これがノーマルか。じゃあもう一周行こうか。うーん、でもそろそろちょっとエンディングの分岐の方法も考えていかないといけないよね。まあいいや、シンプルにちょっとまだ今表を埋めてってるから。じゃあネギルート、キュウリネギルートをもうちょっと埋めていきます。キュウリネギルートと、リボン軟膏ルート。軟膏はレイムに飴に変えてもらって、飴でしょ。あ、まだいける、なんか他のも。あ、爪切りルートがまだあるかもしんないっていうぐらいか。あ、いや、こっち埋めてこう。飴をサナエさんにあげるルート、これがまだ見てないやつだな。あ、のど飴、今日これから里で演説するのでもらってもいいですか。いいわよ、布教活動も大変ね。お二方のためですから頑張ってやります。よかったらこれどうぞ。私が演説の時の代替わりに使ってる段ボールです。それもらっていいの今。あら、もらっちゃっていいの。新調しましたので。段ボールで、のど飴と段ボールを。あ、まだいける、なんかいけるね。とりあえずメモろう。じゃあネギいける。ネギ、あら、長ネギ、午後買いに行こうと思ってたんですよ。欲しければ何かと交換よ。そうですね、忙しいね。演説して買い物行って、干し椎茸とかあるんですけど、よかったらどうです。乗った。おー、普通に嬉しい。まだいける。じゃあコップ、あら、可愛らしいコップ持ってますね。欲しければあげてもいいわ。ただ何かと交換してほしいわね。なるほど。じゃあこれと風鈴、じゃあこの風鈴と交換でどうですか。うちにいくつかあるので。ありがたい。風鈴ね、まあじゃあそれでいいわ。コップと風鈴ね。風鈴、じゃあ他の人の。ダンボール喜びそう。ダンボール、お、ダンボール、最近使ってない工具の整理に困ってたんですよ。何かくれればこのダンボールあげるわ。うむ、そうですか。じゃあこれをどうぞ。あ、本、これは何。カッパの谷の歴史について書かれた本です。蛇がマークとして書かれてる。興味ないわ。私もないです。おい、ダンボールと引き換えにカッパの歴史を押し付けられた。カッパの歴史、ちょっとまあ欲しいかも。で、スイカ、シイタケいけそうかな。干し椎茸だ、うまいんだよなこれが。欲しければあげてもいいわ。ただでとは言わないけど。うむ、なんかあったっけな。いいのがあった。あ、これやったな。ご石だよ、どっかでもらってきたやつだ。5番はない。とりあえず干し椎茸とご石セットね。で、レイムに何かいける。カッパの歴史いらなさそう。一番欲しがりそうな風鈴かな。あら、いい音色ね。涼しげでいいわね。今なら何かと交換で差し上げるわ。何かあったかしら。こんなあったわ。妖精たちの誰かが忘れてたやつ。水鉄砲だわ。誰かの忘れ物なの。あ、これもやったな。水鉄砲ね。
で、サナエさんが、カッパの歴史いけそうじゃない？蛇のマーク書かれてるし。あ、それうちにありますよ。私の知らない幻想郷の歴史を知るのは結構楽しいんですよね。勤勉ね。じゃあ水鉄砲の方かな。うわ、懐かしい。昔よく水鉄砲で遊びましたよ。外は海もプールも充実してて、なかなか楽しそうね。みんな量を求めて水場にやってきますからね。そういう言い方だと野生動物みたいだわ。あ、じゃあそれじゃないのね。ゴイシか、意外だな。それゴイシですか？そうよ、5番はないんだけど。ちょうどよかった。そう、あ、これもやったな。ゴイシだけもらって、それがあれば遊べそうです。そんな都合いいことある？卵焼きね、そうだそうだ。これが卵焼きに到達できるのか。やっぱちゃんとメモっとかんともわからんくなるな。じゃあニトリに水鉄砲かな。お、水鉄砲ですね。水遊びに使ったら楽しいと思うわ。どう？欲しくない？そうですね。圧力を高めて出力上げてみるのもいいな。あ、これもやったな。レーザーチェックできるし。よし、それの改造してみましょう。で、ビールね。で、ビールあげようか。お、ビールだ、ビール。食いついてくると思った？何かくれればこれあげるわよ。そうだな。じゃあ余ってるこれを、あ、枝豆ね。枝豆、そうか、これが枝豆ルートか。で、レイムン、じゃあカッパの歴史。何それ、興味ないわ。あー、ダメ。じゃあ枝豆。宴会の日は山ほど用意した枝豆があっという間なくなるわ。準備するのも大変ね。あ、じゃあ卵焼きか、意外。卵焼き、あら、美味しそうなの持ってるじゃない。とっととよこしなさい。圧がすごい。さて、ととは言わないわよ。代わりにこれあげるから。何これ、焼いた。あー、そうか、妖怪にダメージ与えられる札。これが札か。あ、じゃあニトリからもらったカッパの歴史はそれで完結なんだ。じゃあニトリの金槌とティッシュの行く末を見ようか。じゃあ金槌。あら、いいもの持ってきたね。障子の修理をしようと思ってたとこなのよ。金槌がどっか行っちゃって。あげるわ、ただし何かと交換よ。で、あ、こっちもお札か。お札何もないわ。うちの正式な版が押してあるだけよ。わかる？これが正式なものってことは、うん、そうね。ヤクザの大門で、お札ジョーンちゃんに行けるかな。何その札。白霊神社の札よ。別に何かの効果があるわけじゃないけど。なるほど、見せるだけでも白霊神社とのつながりをアピールして、ちょっと圧かけたり信用させたりできるわね。いる？うん、まあそうね、持ってて損はなさそうだわ。役に立つ日も来るかもしれないしね。じゃあさっきもらったこれさ、新聞ね。そうか、ここが新聞で、ティッシュも喜ぶのか。ティッシュ、ティッシュはいらんかね。でも何かの役に立つと思わない？あ、で、テレカね。これがテレカ、ティッシュ、テレカで、テレカ喜ぶ？今日も畑仕事が忙しいわ。聞いてないし見てもいない。あー、じゃあ新聞喜ぶ？あら、新聞持ってるのね。それくれない？あ、そうなんだ。あやの新聞に興味があるの？きっと喜ぶわ。いや、新聞の内容は興味ないわよ。みんな興味ない。焼き芋の包み用の新聞を切らしちゃって。哀れなりぶんぶん丸新聞。代わりにこれあげるわ。いい燃料になるわよ。それじゃダメだったの？まあいいのか、そうかそうか。おお、薪だわ。ありがたくもらっておくわね。ご、おも。新聞紙の薪ね。薪になったよ、最後。で、これっぽっちしかないなんて。その他総合的価値の方がちょっと10いきそうだったな。で、浄水器をスイカの札に。とか、スイカのサインとか、レイムのお札とか、そういうのを集めるのも面白いかもな。じゃあ、目覚ましをみのり子に。あら、目覚まし時計ちょうどよかったわ。明日本格的に秋になる前の豊穣祈願に呼ばれてるから、朝早めに里に行かないのといけないのよね。主役が遅刻したらことだわ。目覚ましないの？お姉ちゃんが寝ぼけて蹴り壊しちゃって。足癖悪。あ、じっくり煮込んだシチュー。あ、うまそう。冷めても美味しいけど、なるべく温かいうちに食べてね。ありがたい、みのり子シチュー。すごい名前。手帳は喜ぶかな。天狗はいつも記事をメモしててマメですよね。私も日常あったことを記録してるけど、家に帰ると大体忘れてるわ。カラス天狗よりはるかに鳥頭だな。ダメか。あ、来た来た来た。ひなちゃんの見た目を、いやいや、もうちょっともうちょっと強いのが欲しかった。ひなちゃんのリポート万歳仕様に変更できますと。いや、嬉しいけど今じゃないんだよな。あー、変わった、変わったけどよ。露出度は増えたけどよ。あ、星椎茸霊夢には、そうね。じゃあこれ持ってきなさい。何これ、知らないわ。なんかマリサが置いていった植物よ。このゲームマリサ出ないよな。星椎茸と怪しい植物ね。じゃあ怪しい植物いる？何ですこれ。魔法の森の植物らしいわ。あんまり可愛くないですね。ダメか。あ、怪しい植物、じゃあみのり子に生やしてもらおう。みのり子、これいる？いらなくても鑑定してほしいわ。おう、どれどれ。おう、これはなかなか珍しいわね。空気中の有害物質を吸い取って綺麗な空気を出してくれる植物よ。めっちゃ便利。そんな空気清浄機みたいな植物なの？多分魔法の森に生えてたんでしょ。たまによどんだ空気が薄れてる場所があるんだけど、そういうところにこれが咲いてるのよ。マリサもそれを知ってて、レイムに空気清浄機代わりにプレゼントしたのかしら。もらってきちゃったけど。いらないならこれくれない？土壌があまり良くないところに植えて様子を見てみたいわ。
いいわよ、私が持ってても仕方ないしね。あ、みたらし団子ありがたい。昨日移動販売のついでに買ってたの、来たの。あ、うさぎのとこの団子だわ。みたらし団子普通に嬉しいね。みたらし喜ぶ。あ、団子だ。うさぎの店のやつですか。多分そうね、評判のやつよ。前から食べてみたいと思ってたけど、なかなかあっちまで行く暇なかったんですよね。ケーキあげますから交換しません。え、いいの、こっちだけ得してる感あるけど。この前修理仕事のお礼にたくさんもらったんですけど、さすがに一人じゃ食べきれなくて、むしろ交換の手で持って行ってくれるとこっちも助かります。ウィンウィンだ。やった、交換成立よ。ありがてえ、これ普通にゴールだな。重箱ね。あと手ぬぐいか。これ誰のかわかる？あ、そういえばレイムンとこの宴会でその重箱見かけたな。コーマ館のやつらのか、白玉露あたりじゃないか。今回はどっちも移動選択肢ないわ。あったら困る。もうこれ以上いろいろ行けと言われたら。手ぬぐいどう？お、手ぬぐいだ。よし、これ持ってって今度カッパに宴会芸でもさせよう。ニトリたちの気苦労が伺い知れるわ。これ代わりにこれ持っていきなよ。花火じゃない。おう、こういうの久しぶりに見たわ。夜に遊ぶと結構楽しいぞ。花火嬉しいね。誰か喜ぶかな。花火ニトリ、何これ。あ？え、何これ、持ち運んでるうちに潰れてしまったケーキ。何これ。あー、言わんこっちゃない、ぐちゃぐちゃじゃないですか。席に持って美味しくいただくわ。そんなことあんの。夏季厳禁です。火つけてないでしょ。重箱は、うん、それは別に必要ない。そうか、ぐちゃぐちゃになっちゃった。うわ、もったいない。カバンがクリームまみれだわ。最悪だ。花火いる？あ、花火。久しぶりに境内でみんなでやりたいな。欲しければあげるわ。一人でやっても虚しいからね。いいんですか、ありがとうございます。そうだ、里の子にこれもらったんですけど、私あんまり得意じゃないので、よかったらもらってください。お、ベーゴマだわ。もらっていくわね。ベーゴマね。他なんかある？重箱も喜ぶ、もしかして。あ、その重箱、なんかの宴会に持って行った後、持って帰るの忘れて行方不明だったんですよ。あら、ここのだったのね。返してあげるわ。重箱は、わざわざありがとうございます。よかったらこれどうぞ。前の残り物ですけど、エビフライ生身で。あら、ありがとう。エビフライもらった、やった。んー、なんか中途半端な割り方してしまったな。結構いっぱい食べ物が手に入ったわ。そりゃあ、潰れたケーキは、潰れたケーキは何なんこれ。あ、じゃあボールペンか喜ぶ。いや、ペンは有り余ってる。じゃあ雑巾喜ぶか。雑巾なんか前あげたな。で、カードか、トレかね。で、みのり子にボールペンあげると大根になるのか。大根、デカ大根。あ、で、デカ大根はデカ大根で終わりか。で、お財布を、さなえさん、お財布いかが？お、いいお財布ですね。私のもうボロボロになっちゃって、もらってもいいんですか？いいわよ。でも何かと交換してくれたら嬉しいわ。じゃあこれなんてどうでしょう。折りたたみ傘です。信者の方が結構忘れていって、もう溜まってしょうがないんですよ。何年も前のもあるし。じゃあ一本もらっていくわ。折り傘をいただきましたが、でかい傘ならわかるけど、折りたたみ傘忘れていくかね。じゃあ折りたたみ傘、なんだそりゃ、興味ないな。じゃあおまんじゅうの方喜ぶのか。まんじゅう怖いな。あとお茶が怖いな。熱いお茶が怖い。なんか間違えてないそれ。欲しければあげるわ。何かと交換よ。うん、何買ったかな。あ、タケノコ、竹林でタケノコ取ってきたんだった。ほれ、これと交換だ。うん、まあ悪くないわね。まんじゅうの方が即食えて嬉しいけどな。タケノコって調理がもうめんどくさすぎるイメージしかない。要はあれ食おうと思ったわ。じゃあ折りたたみ傘、折りたたみ傘いいわね。午後出なきゃいけないけど雨降るみたいなのよ。普通の傘ないの。傘持っとくと邪魔になるのよね。折りたたみなら、そう、息はそのまま持ってって帰りだけさせてくればいいし。代わりに雨がっぱあげるわ。今日はこれ着なくてよさそうね。ああ、それじゃあもらっていくわ。空飛べるんだったら雨がっぱの方が便利そうやけどな。なんか雨がっぱね。で、タケノコもいる。タケノコ、あら、タケノコ持ってるじゃない。何に使うの。やっぱり煮物かしらね。食感が楽しいわ。ほれ、いらない鍋あげるわ。タケノコよこしなさい。よし、交換よ。ウィンウィンかな。じゃあ鍋あたり喜ぶかな。あら、いい鍋持ってるわね。この前料理してたら取っ手が取れて危なかったわ。近々新しいの買いに行こうと思ってたんだけど、鍋がないと不便よね。これあげるわ。助かるわ。代わりに炊飯器炊飯器もらっちゃっていいの。この前買ってみて便利だったけど、やっぱり私は土鍋で炊くのが好きだわ。そういうことならもらっちゃうわね。炊飯器やったぜ。あ、食べ物12までいった。やったぜ。でもこれはノーマルエンドかな。今どれぐらい見れた、そのアイテム的には。 33% まだまだだな。あ、販売許可証ニトリも喜ぶか。里での商売ができるカードですって。いります、めっちゃいります。それむちゃくちゃ金かかるし、審査厳しいんですよ。よく手に入りましたね。私にも独自のルートがあるからね。かっこよく言うね。偽造とかじゃないですよね。失礼ね。ただでくれとは言いませんよ。このローストビーフと引き換えですわ。めっちゃいいのが。交換成立よ。やった。じゃあブルーシート喜ぶかな。何、今から花見でもすんの。
でももう緑一色で木に何の花も咲いてないわ。まんじゅう、あら美味しそうなおまんじゅうね。笑顔からよこしなさいオーラが出てるわ。これと交換でどう？うーん、キャラメルね。まあいっか、キャラメルね。まんじゅうからキャラメルいくのか。パターンが多すぎる。あ、財布も喜んでくれるのか。今小銭入れしかないの。いや、せめて何かと交換してくれない？交換そうね。じゃあそこにあるやつも、あ、封筒か。あ、キャラメル、それくれないかしら。いいわよ、でもなんかちょうだいね。甘酒なんてどうかしら。さっき買ったんだけど、世の気分じゃなくなったんだよね。じゃあありがたくもらうわと、ありがたい。じゃあこれは、スイカっぽいな。ブルーシート緑子喜びそうじゃない？あら、ブルーシートじゃない。あると便利なのよね。私が持っててもしょうがないからあげるわ。せっかくだから何か食べ物と交換しない？いいわよ。ちょっと待っててなさい。あ、トマトね。ありがたい。とりあえずこのブルーシートは農具の雨よけに使いましょうと。じゃあ甘酒。お、甘酒だ。アルコール分もないし、スイカには退屈な飲むのかしら。いや、結構味とか風味が好きだからね。よかったら譲っておくれよ。ただはダメよ。何かと交換ね。うん、じゃあこれやるか。マヨネーズ、つまみがなくなった時の最終兵器。生野菜にマヨネーズをつけてく。まびしいわ。マヨネーズ、まあでもカロリーは増えたから実質プラス。マヨネーズとか喜ぶ？私はマヨネーズあんまり使わないわね。あ、トマト喜ぶのか。プレゼントはできないけど何かと交換してあげるわ。じゃあこれどうかしら。使いかけだけど、これは蜂蜜ね。もらっていくわ。蜂蜜嬉しい。マヨネーズとか喜ぶ？あ、マヨネーズ。そういえばもうすぐ切らしちゃうんだったな。必要ならあげてもいいわよ。何かと交換で。何かあったかな。ドッグフードがありました。いやいやいや、信者さんが何かと間違えて買ってきて、そのまま我々に捧げてくれたみたいで、捧げてくれたみたいで、気づいた時みんなで笑っちゃいました。いやいやいや、マヨネーズありがとうございます。いやいやいや、話を聞いてないサナエにもマヨネーズを持っていかれ、ドッグフードもらった。いらねえ、ドッグフード。魚とか喜ぶ？お、魚ですね。買ったんですか、釣ったんですか？手づかみで取ったわ。それはなんともアグレッシブですね。魚でも食べようかなと思ってたとこなので、くれません。いいけど、代わりになんかちょうだいよ。何かあった、プリンがあった。やった、乗った。川魚とプリン。あ、石で交換できる？圧がすごいわ。ほら、これくれてやるから、もっといいもの探してきなさい。優しい。え、いいの？いいわよ、安物だから。安物のネックレス。でもありがたい。石なんて誰とも交換できないと思ったから。プリン？プリンいかが？動いたら糖分を取りなさいよ。あら、ありがとう。いただくわ。そうだ、プリンといえば、じゃん、新作のさつまいもプリンよ。おー、これは普通に嬉しい。さつまいもの甘みとプリン本来の甘みが美味しい新感覚のプリン作ってみたの。へえ、美味しそうね。紫芋を使ったから見た目がちょっとあれなんだけど、そうだね、プリンってしない方がいいかもな。まあでも足は保証するわ。プリンとさつまいもプリンを交換してもらったぜ。やった。クリップいる？何かに使わないかしら。いいですね、作業してるとき。たまに前髪邪魔なので横にのけて止めとけばいい感じになりそうです。おかっぱだからその辺大丈夫かと思ってたわ。意外とそうでもないんですよね。しかも帽子もあるしな。髪といえばこれあげますよ。間違えてロングヘア用のサラサラになるやつ買っちゃって、早苗さんあたりにあげようか。これじゃあヘアシャンプーになったのか。シャンプー、長髪用のサラサラになるシャンプーよ。どうかしら。え、いいですね、私にぴったりじゃないですか。ありがたくもらいます。あげちゃったとで言うのもなんだけど、交換で何か欲しいわ。そうですね、じゃあこれとか。あ、いなり、この前いっぱい食べたけど、みんなで食べきれずに余ったいなり寿司です。ありがとう。いなりになった。ネックレスいる？安物だけど可愛いネックレスですね。よかったらもらってよ。いいんですか、ありがとうございます。あ、招き猫。そうだ、これなんかどうですか。商売繁盛ですよ。うん、販売所にも置いとこうかしら、招き猫。あ、いなりいる？よかったらいかが。意外とお腹感たまるのよね。お昼食べられなくなっちゃうわと。あ、そうか。じゃあ招き猫いかが。招き猫じゃない、神社の参拝客増加祈願にどうかしら。三毛猫の妖怪をスカウトしようと思ったけど、験担ぎに置いとこうかしら。何かくれればあげるわ。ファブリーズ、これなんかどう。何か使えるんじゃない、消臭スプレー。うん、まあいいわ、交換しましょう。消臭スプレーか、なんかな。よし、なんか変な感じでクリア。あ、ライブチケットを持った状態でクリアで、なんか実績解除されたな。なんかね、コップを途中で手に入れたからさ、うちで手に入れたコップと同じコップをジョーンちゃんがくれて、でそのコップをそのいろんな人に渡してったら、同じようにライブチケットをまた手に入れることができて、まあライブチケット持ったままクリアで、だいぶちょっとね、今回食べ物の総合価値をゼロにして、総合ノッターの総合価値上げてみたの。
食べ物以外がこんなに集まってしまうとは完全に予想外だったわ。でもこれ合計したらかなりの価値がありそうね。これを換金したらきっといろいろと豪華な食べ物を買えるはずだわ。予定とは違っちゃったけど早速買い取りへ行こうよ。まあまあまあでも結構、しかしそれはそれでお金に換えられれば結構の価格になりそうなので、それで自ら食べ物を調達することにしました。効率的に薬人様の仕事より儲かるかもしれません。どうする鍵山。ゴージャスエンドか。こんなのエンディング分岐めちゃくちゃ大変だよこれ。全然わかんない、ヒントも出てこない。さあ今度は食べ物だけを15以上でどうかわかんないけど、15じゃちょっと厳しいか。よし21。食べ物がこんなにたくさん、しかもこの超豪華さ、ここまでは期待してなかったわ。わあ、なんかもうこれで暮らしていける気もしてきたわ。私の人望や交渉テクも捨てたもんじゃないわね。とても豪華なお昼ご飯となったひなちゃん、予想外の充実っぷりに本人もかなり浮かれてる様子。下手したら薬人家業よりもこっちの方がいろいろと稼げるのかもしれません。どうするひなちゃん。ハッピーエンド、ハッピーエンドだって。ちょっと待って、マジでエンディング分岐のヒントとかないのこれ。死んじゃう、俺死んじゃう。2、3時間ぐらいやってね、ようやくいろいろ分岐は作ったの。ちょっと画像貼るけどさ、分岐めっちゃ作ったんだよ、こんな感じで。だけどまだまだなんですよね、エンディングもわからんし。とりあえず一旦じゃあ今回はここまでにしましょう。他のエンディングちょっと見つけられたら動画にします。ということでひとまずは、ご視聴ありがとうございましたということで。